美少,ーーー美少女戦士、セーラームーン美少女戦士、セーラームーン美少女戦士、セーラームーンスーパーズセーラー級戦士集結。ブラックドリーム、ホールの奇跡、美少女戦士、セーラームーンスーパーズセーラー級戦士集結。ブラックドリーム、ホールの奇跡は、テレビアニメ、美少女戦士、セーラームーンスーパーズを元にしたアニメ映画作品。同時上映は、 スペシャルプレゼントアミちゃんの初恋美少女戦士、セーラームーンスーパーズガイデント、あずきちゃん、ホワイト、バレンタイン恋のチャンスがやってきた。全国280館の東映放画系劇場の公開ながら、最終的には6億円を超える配給収入を上げている。入場者特典はクリスタルリング。オープニングでは幼少期の内部太陽系戦士の姿が見られる。 1995年4月下旬に制作決定し、制作側がストーリーを考案。初期段階では当時シリーズディレクターだった、生原邦彦が監督する予定で、セーラーウラヌスとセーラーネプチューンを主人公にしたストーリーが構想されていたが、プロデューサーの交代で、育元も降板し、使われなかった構想は育元ガン監督の少女革命ウテナの総案になった。 脚本を担当する、えのきどが、ハメルンの笛吹きや、トルテ城の笛吹きのサブタイトルをベースにしたプロットを提出。6月にあり、佐古俊彦、山本剛、柴田裕樹、竹内直子がアイディアを出し合い、お菓子をモチーフにすることやセーラー戦士9人登場が決定。7月上旬に第4シナリオ決定校が完成。ペガサス。 エリオスを登場させる案もあったが、エリオスとペルルを一緒に登場させることに、竹内が難色を示したために見送られた。月のギたちは、木の誠の家で、チョコチップクッキーを作っていた。チビウサは完成したクッキーを、千葉守にあげようとするが、洋菓子店の前で不思議な少年のペルルに出会う。同じ頃、世界中で、子供たちの失踪事件が続発。 チビウサも姿を消してしまう。その裏では、妖精の笛の音で、子供たちをさらい、ブラックドリームホールで世界を包もうとする異世界の魔女、バディアーヌが暗躍していた。バディアーヌの手下の妖精は子供たちを永遠にお菓子の、夢の中に閉じ込めようとしていたが、ペルルだけがそれにことを唱えて、兄弟たちに追われていたのだった。 ペルルとセーラー選手たちはさらわれたチビウサと子供たちを取り戻すべく、ブラックドリーム、ホールの本拠地、マジパンヌキャッスルに向かう。敵キャラクター1995年12月10日、本作の公開を記念して、セーラームーンエクスプレス2号というイベント電車が走行。チビムーンを含めた着ぐるみの内部太陽系、選手6人と、 5万人の応募者から抽選で選ばれた1,500人の女児が乗車。同日には西部遊園地でイベントが開催。審査を勝ち抜いた8人の女児による歌ってアイドルセーラームーンコンテスト、プリティキャストによるミニコンサート、着ぐるみセーラー戦士によるキャラクターショーといった構成。公開前日の12月22日には丸の内東映で特別視社会。 ファンタスティックナイトが開催。内部太陽系、戦士5人のショー、三井氏をはじめとした、内部太陽系、戦士5人の声優陣による、トークショー、プレゼント抽選会という構成。セーラームーンの映画すべてを収録した、美少女戦士、セーラームーンザムービー DVD ボックスが2002年3月21日、端巻が2005年8月5日にそれぞれ発売。 ありがとうございます。